はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。さあ今日はガンダムバトルオペレーション2の方更新日ということで、夜帰ってきたんで早速やっていきましょう。オルデムさん久々に見たような気がします。あとなんかこのバンシーとこのパイロットスーツ、なんか意外とつけてみたら似合ってるような気がして、色合いがしっくりくるな。まあ、とりあえずやっていきましょう。物資配給局へようこそ。新機体の方ですが、まあ動画冒頭皆さんの方には情報を出してあると思うんですけど、私ちょっと帰ってきたばっかりなんでまだ確認があまりね取れてないので見ていきます。メタルスパイダー星2のモビルスーツですね。強襲機か、コスト400、これが新機体ね。なんかあんまりパッと見なんか強そうな雰囲気はないんですけどね。であと限定抽選配給に量産型ダブルゼータレベル2が追加されたということで限定抽選配給来ておりますと。次は DP の方は、アルスジャジャレベル1とゼーズールレベル1が追加ですね。まあこの機体に関してはどちらも悪くないので、持ってない方は買っていいと思います。リサイクルチケット、リサイクルチケットの方はゼータガンダムの支援機のレベル2が追加されたのと、高機動型ゲルググの、レベル1が追加されています。まあこれだったら高機動型ゲルググ、あの強襲機のやつですね、こっちの方がまあいいかなと思います。はい、というわけで早速やっていきますか、ガチャの方。まあ、量産型ダブルゼータはも、まあ、レベル1持ってるんで、まあ、レベル2出たけど別に欲しくはないのでこれは見送ります。とりあえず10連やってみますか。よし、行きましょう。それでは抽選開始です。であと久々にランクマッチが来るみたいですね。第10回ランクマッチ、またプレイがなかなかできないタイミングできちゃったな。物資強化、さあ全然ダメだったぞ最初の10連。出ました、物資特盛りです。さあそれでは最初の10連終了。あまりに悲惨な結果にね、もうバーンシーがちょっと怒ってますね。どうしてくれるんだこの俺の10連のトークンを。さすがに次はちゃんとくれるんでしょ。じゃあもう10連だけいきましょう。ダメだったら俺ちょっと今日このままなんかちょっと外出して買い出しとかもしてこよう。よし行くぜ。ちょっと最近いろんなゲーム遊んでるからね、ちょっと追い切れなくなってきた何でも。よし行きます。さあこの10連で当たんなかったらもうしょうがねえ、おとなしくレートでちょっと他の機体で遊んで、でランクマッチに向けてちょっと軽く練習しとこうかな。最近ちょっと本当にバトオペをサボってるんで全く出撃してないんですよね。もう最低限のデイリーぐらいしかやってない。ギャンのレベル4はいいわ。おい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 、今日俺の運勢悪いぞだいぶ。え、何にも起きん。え、ガチャ無抽選、無抽選なのこれ。ちょっとあまりに何も起きない。あ、しゃしゃしゃ、やっと来た、やっと来たよ頼む頼む頼む、当てよ。ジェガンかいや本当になんか最近マジで運ないな。あの他のゲームのガチャとかね、リアルのなんかくじとかさ、そういうのはすごい運いいんですよ。気がいいんですけど、一番くじとかも時々いろいろ引くんですけど、2、3回引けば A 賞とか B 賞とか当たるんですけど、バトル2のガチャの運マジでどっか行ってしまったな。あ、やっとやっと今日3回目ぐらいじゃない演出あったの少ない少ない、少ない中でチャンスが。なんでジオングジオングレベル 4? 綺麗にヘルメットとパイロットスーツは揃いました。
はい、というわけでガチャの方以上でございます。もうバンシーに至っては見てください。もうリディ少尉が乗り移ったとしか思えないぐらいなんかやさぐれた感ありますよ、このガチャの結果に。なんか怒りと悲しみを感じますね。いや最近本当にねガチャ当たんないんだわ。俺音もカットしてるけど拝んでたりとかさ、あの見えないところで、まあデクネコ式って昔やっててガチャ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 やってからやってみたりとかもやってるんですけど、まあ当選しない。今回はちょっとツイッターで見かけたやつ、あの獅子舞みたいにこう首ぐるぐる動かすみたいな、あれもちょっと今試しにやってみたんですけどね結果はまあジオングでしたけど、まあ1回目よりはマシだったけれどもっていう感じでしたよね。いやー、なんか皆さんの方でねガチャするときこんなことしたら結構当たりますよみたいな、なんかこうジンクスでも何でもいいですわ。本当にガチャ当たんないんで、こんなことしてたら意外とスッと当たるとき当たるよみたいなあったら教えてほしいですね。ちょっと一回やってみようかなって、何でも こんな不思議なことやってからやったら当たりやすいとかって、本当に当たるんだったらね何回でもやろうかなって思うんで、はい、というわけで、まあ今回ちょっとガチャ当たんなかったんで、まあ当たった機体の中か、乗ってみたいものあったらちょっとやってみようかな。もしくはランクマッチがあるみたいだから、そのランクマッチに出た時のやつ試しに取りに行くのもいいかなって思ってるんで、まあ皆さんもね、あのランクマッチの方、しっかりね忘れずにエントリーしときましょう。はい、というわけで、まあ私の方もちょっと時間見つけてね、なんとかゲームしたいと思いますんで、またよかったら見に来てください。それでは失礼します。